年の初めはのんびりするつもりだったのに慌ただしくなっちゃったわね。ごめんなさい。別にあんたが謝ることじゃないでしょ。私が自分から手伝って分け前ももらったんだから。遊ぶ？働いて疲れてるってのになんで。まあいいわ、お金も入ったことだし、ちょっとだけ遊んでいきましょう。年末年始の運試しに福引きはいかがかね。いい商品揃えてるよ。そういえば魔導書買った時に福引き券もらってたわね。どうせ当たらないでしょうけど引いてみましょうか。おー、当たり！特賞だ！すごいなお嬢ちゃん。本当に？やったわね！特賞って何かしら？ひょっとして今度こそちゃんとした魅惑の南国。おいしいお餅3ヶ月分、最高級のもち米を使って職人が丁寧に作り上げた一品だよ。微妙ね。っていうか3ヶ月分もお餅もらってどうしろっていうのよ。ペコリーヌなら泣いて喜ぶか。そう考えるといい商品ね。って、なんで真っ先にあいつのこと考えなきゃいけないのよ。私が当てた商品よ。なんでもないわ。それよりさっさと受け取っちゃいましょう。お餅は後日郵送されるから楽しみにしててね。ええ、楽しみにしてるわ。餅が何日で消えるか。商品がお餅だったとはいえ特賞は特賞よね。新年早々調子いいんじゃないかしら。お正月限定福袋ラスト一袋だよ。中身は開けてからのお楽しみ。残り物には福があるよ。聞いた、ラスト一袋だって。買うしかないじゃない。今の私たちならいいものを手に入れられる気がするわ。行きましょう。ねえ、その福袋買うわ。マイダーリーで、あら、どうしたの？早くちょうだい。私もそれ欲しい。何よ、子供だからって譲らないわよ。私の方が先だったんだから。甘やかすとろくな大人にならないからね。わかってるわよ。きっとお年玉握りしめてきたんでしょうね。うーん、もうわかったわよ。この福袋は譲ってあげるわ。受け取りなさい。いいの？いいわよ。ありがとうお姉ちゃん。それじゃあ、はい、最後の福袋だよ。譲ってあげたんだからさ、中身を見るくらいはいいわよね。もちろん、一緒に開けよう。せーの。何よ、これ。壊れたおもちゃと、ゴミ？何かの間違いよね。きちんとした福袋と交換を。でへぇ、商人いなくなってるし。はあ、詐欺師だったの？私のお年玉どうなっちゃうの？泣くのを我慢するのは偉いわね。こうなったら
あたしがあんたに代わってあの詐欺師をぶっ捕まえてやる。ちょっと福袋借りるわよ。どうするの？犯人の痕跡が残ってるから探査魔法で追うなよ。あたしを怒らせたこと後悔させてやるんだから。よし、見つけた。追うわよ。あたしも行く。あんたは危ないからここで待ってなさい。お金は必ず取り返してくるから。一緒に行っちゃダメ？危ないからダメよ。すぐ戻ってくるから待ってなさい。いた、あそこよ。え、どうしてここが？そんなことはどうでもいいから、あの子のお金を返しなさい。返せと言われて返すバカがどこにいる。アバエよ。あんたと私の力で一気に片付けちゃいましょう。これでも食らいなさい。手応えのないやつ。あとはお金を取り戻して騎士団に引き渡すだけね。危ないからついてこないでって言ったのに。ごめんなさい。怪我がなくてよかったわ。はい、これあんたのお金。ありがとう。ねえお姉ちゃん。何よ、お金足りなかった？ううん、違うの。その…早く言いなさいよ。私も頑張ったらお姉ちゃんみたいにかっこよくなれるかな。え、かっこいい？私が…うん。さあ、知らないけど。でも、たくさん努力すればなれるかもしれないわね。